はい、それでは今回はライトキューブ宇都宮の、内覧会に行ってきました。イエーイ。さあ、これがですね、2階です。2階ですか？はい、僕たちコンサートをこれからします。12月25日にしますけれども、エントランスは多分2階から皆さん入ってくる人が多いんじゃないかと思いますね。はい、某コーヒーショップとかあそこですね。ありましたね。やったりしますね。でエスカレーターで上に来ていただくと、もうこれが3階になります。エスカレーター細身でしたね。結構細身でしたね。細身なエスカレーターだった。細身なエスカレーターでしたね。ぐるりと回って、あ、階段がね、スケスケなんですよ、ね、階段が、網があのスケスケフェンスみたいなやつだった。なんであれなんですかね。多分この辺に受付が来るんじゃないかなと思います。そうしましょう。はい、もうこの中ホールという矢印が出てますけれども、中ホール、この中ホール、ホワイエです。ホワイエ。ホワイエね。ホワイエ。ホワイエって感じですか。どういうこと？上の電気がおしゃれ。埃つもりそう。そしてここから入ってドン。ステインウェイ。はい。で今回この真ん中の通路のところに椅子がないんですけれども、おそらくここに椅子が あると思います。当日はね。700個ね。はい。なんか上にね、木がね、ぐるっとこう、なんていうのかな、装飾が施されてるんですよ。おしゃれな感じですね。でもこのディスプレイがちょっと小さい。そう、で想像していたよりも小さいので、今回はね使うのをやめました。あのディスプレイっていうかプロジェクターか。そうですね、はい、なんかちょっとやめてみようっていうことになりました、はい、そしてね、新しいピアノがあってすごい気になっちゃう。これ何でしたか、このピアノの名前。さっきちょっと言っちゃったけど、スタイムウェイですね。スタイムウェイですね。でこれが出演者たちの目線ですね。わー、ブルーフラットってすごい広く感じるね。うんうんうん、縦長ですね。でここからがバックステージになります。バックステ、バックステ、うん、これ方向感覚が完全にいっちゃう感じです。そうそう、あれこっちかみたいな。あ、こっちじゃない、こっちじゃない。こっちで行くとあの客席側ですね。こっちが、ね、はいはい。でこれステージの真裏。そうそう、だから中からステージの様子がディスプレイで見れるんです。新しいからディスプレイも綺麗ですよね。うん、綺麗ですね。でここが、僕たちも今回借りている控え室の一つ、301っていうところですね。3階だからか。そうそうそう、楽屋、いわゆる楽屋ですね。楽屋ですね、はい、あ、ちょっと見切れましたよ今。うん、そしてそしてで、こっちが反対側、反対側のドアかな。ちょっと上手と下手の感じがどっちがどっちだかちょっと分かんないです。そうそうそう、どっちが神ですか。完全にちょっと右とか左とかになっちゃう。これひな壇ですね。これ使うんですよね。ひな壇使いますね、今回。でも1段しか使わないです。あ、エレベーター、エスカレーター、エレベーターだ。バックステージにエレベーターがあって、でここから、4階に行けます。ピューン、うん。そんな速くない、そんな速くない、そんな音がするほど速くない。頑張ったのにな、はい、おっと、4階ダッシュ。これね、シャワールームだったよ、それ。おお。でこっちにも控え室があるんだけど、これはちょっと小さめでしたね。お外が見えます、うんうん、どっち側だ、東、東ってどっちだ、分かんない、分かんないね。でも東側にあるから全部東じゃない。ライトキューブ南か、南。それでこれぐるっとこれ4階を回っていくと会議室に繋がるんですね。どっち向きか分かんない。でこっちのこのなんていうか、画面の左側がもう中ホールの上の部分なんですね。吹き抜けになってる。ああ、じゃあ木がぶら下がってるあたりってことですね。そう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 。机とか椅子とかも本当はいっぱい借りられるっていうやつですね。うん、会議とかにも使うんだろうね、きっと。そうですね。あ、歩いていく。あ、これ左は？そうそう、でこっち行っちゃいけないんだけど行っちゃったっていう。入っちゃダメだよっていう。ちびっこ行かないように気をつけよう。そしてこの扉を開けるとすぐにトイレがあるんですよ。でね、おむすびシートはなかった。そう。だからなんかみんなちょっと大変かもだけど。うんうん。頑張って下まで行ってください。まあ車椅子のね、そうですね。多目的トイレはあります。でここに、会議室が並んでおります。これがロガサのスケスケ階段の上の部分ですね。フェンスがすごい気になる。皆さん気になって、みんな気になってた、うん、でこの会議室も今回は控え室で借りてますね、はい、広いですね、まあ、こんな感じでパーテーションしたようですね。どっち向きですか、
わかりません。あ、左が駅、あ、右が駅、降りてきましたね、急に。そう、で、これが3階で、さっき行ったところの逆から歩いてるんですね。そうですね、まあ、あの受付に向かって歩いてるんですけど、ちょうど外がこの風にして、何なんだろう、これは絶賛芝養生中ですね、何人になるのかっていうのはちょっとわからないですけど、広場的な感じなんじゃないですか。そう、結構ね、日がガンガン入るから割と眩しい感じで、どうなんだろう、冬は寒いのかな。多分このすぐ左のドアね、多分閉め切っちゃうと思います。はい、この奥のとこかな、ここは開けるかもだよね。うん、なんか収集つかなくなっちゃうから閉めようかという話です。宇都宮だからイチョウのマークがついてる。あ、外出れたの、開いてたの、ここ。あ、開いてた、開いてた。でぐるっと見えてね、駅も見えます。で、反対側から見るとこう、わー、おしゃれ。あれ、後ろホテルだよね。これ、オシャンだよね。オシャンオシャンとあれ、これ、外、大江市かな、あれ。大江市だよね。わかんないけど、そうであってほしいね。ね。ちょっと芝生がもっとね、緑だったらよかったのにっていう気持ちになりますけどね。なんか、うちの芝みたいな感じ。うちの芝もっと汚いよ。あれはって、苔生えとるから。あ、大江市だ。そうね、おしゃれですね。はい、でこれがですね、1階の大ホールになってますね。2000人会場です。あと、あずさんはちょっとベビーの心配をして、そう、あの授乳室を探しに行ったんですけど、3階にはなかった、中ホールフロアにはなくて、はい、ちょっと飛び出してこの会議室がいっぱいある方の建物の、はいはい、もう1階どうくぐりのこのマークが発見そしてここを曲がっていって奥にあったんですよ。で、ちゃんとみんなのために中もレポートしなくちゃと思って写真を撮って行ってみたんですけど、なんと鍵が開いてない。うわー、残念。そうということが、本番も空いてたらどうするんだよって話なんですけど。ということで、ライトキューブ宇都宮、こんな感じでした。